一崎美穂です。昨日の話の続きなんですけども、人は誰にとってもね、自分より優れた人と、そうじゃない人がいると、ね、で自分より優れた人に対しては素直に尊敬して嫉妬や羨望みたいな余計な感情を抱かないようにしましょうと、いうことなんですけど、しかしね、その自分よりこう劣っているというかね、格下というかね、自分の方がマシな人間だなと思う人に対して自分はどういう態度を取るのかというのが、ちょっと考えると難しい問題だという話をしたんですけども、それでね、今ね、また日本人とは何か、山本一平ってね、この分厚い本なんですけども、まあ、ようやく、読み終われるとこですけども、そこでね、面白いことが書いてあったんですね。でちょっと読んでみますけども、我が徳川時代に家の当主が厄介者に対する関係は権力にあらず保護なり、権利にあらず道徳的職分なりということで、これは山本志平さんの言葉ではなくて、法学者の中田薫博士の言葉を、引いたものなんですけども、これどういう意味かっていうと、まずね、江戸時代の話ですよね、徳川時代っていうから。で家の当主っていうのは、そのうちのお父さんですね。でそのお父さんが厄介者に対する関係ということなんですけど、この厄介者って何かっていうと、そのうちにご厄介になってるんですよという意味なんですけども、まずね、江戸時代ってね、その、長男がその家を跡目を継ぐとは限らないんですね。長男に相続権があったわけではなくて、兄弟が何人かいたうちに一番、この親がね、この子が一番優れていると、この一番優れた子供に跡目を継がせようとというふうにして跡目を継がせるわけで、必ずしも長男が自動的に相続するわけではなかったらしいんですよね。でそうするとその兄弟が何人かいるうちに、兄でも弟でも誰でもその相続しますよね、そのうちをね、お父さんが死んで。でその後その兄弟が、家から出ないで、その相続人、その家長と同居するようになった場合ね、つまり、家族におじさんが、くっついて一緒に同居している場合、そのおじさんは厄介者だということになるんですよ、ね。でその厄介者に対してその、正式に相続した、家のご主人ですね、お父さんはその厄介者に対して、何ら権利を有していないということなんですよ。つまりね、江戸時代はね、家長権というものを認めてなかったらしいんですよね。家の主ね、このうちの主であってお父さんだからっつってね、他の家族に対して何ら権利を持っていないということなんですね。他の家族に権利を持ってないというかね、その親権と父権はあったというんですよね。だから子供に対する親の権利、そして妻に対する夫の権利は認められていたけども、それ以外のそのいわゆる厄介者に対する権利というのはなかったというんですよ。ところがその厄介者をその無下に追い出すこともできずにですね、権利がないから追い出す権利もないわけですよね。でそうすると、最初の言葉にあったように、当主の厄介者に対する関係は権力にあらず保護なり、権利にあらず道徳的職分なりということになるんですよ。だから、権力ではなくて保護してあげるんだと。そして、権利じゃなくて道徳的ね、道徳的職分として、保護してあげるということなんですね。だからその厄介者っていうのは結局当主に甘えるような存在でね、で、それが耐えられない人は自分から出てくと、そういう話らしいんですけども、これがね、すなわちその自分よりね、優れている人、劣っている人の関係に当てはまるんじゃないのかなと思ったんですね。でこれまた例によって N 国党の NHK から国民を守る党の党首の、立花隆さんですけども、今あの人はだから、いっぱい党員を抱えているわけですね。でその党員の末端の人たちが、
なんか内紛を起こしていざかざをしていると。でそれに対して、立花さんはまあほっとけばええんちゃうっつってね、そういう大物ぶりを見せて私は改めて感心したんですけども、これはねだから立花さんをねその党員に対して、権力をね振るってないんですよね。で、だからその自分がその党員のいざこざに対して自分がこう仲裁に入るとこうみんな自分の意見に従ってしまうと。そうじゃなくて党員が自分で考えてねその問題を解決することでお互い高まるはずだし、まあ何だったら嫌だったらやめてもいいですよと、まあ、そういうこう法治の考えなんですけども、法人法治法人ね、っていうことなんですけど、それは、逆に言うとこの権力をね振るってないんですよね。お前らなんて言うんだっつってね、誰に断ってそんな内紛を起こしてんだっつってね、俺の言うことを聞けなきゃ出てけっつってね、そういうことはね言わないんですね立花さんは。で権力じゃなくて保護をしていると。そして、権利じゃなくて道徳的職分であるとね。だからまあ言ってみればその立花さんは党員の方々を、優しく保護して、そしてその励ましてね、自主的な成長に任せているわけですよね。でその意味ではその道徳的職分でね、党員を保護していると、そういうふうに言えるんじゃないかなと思うんですね。で対してねやっぱりね僕も、最近あんまり口論はしないんですけども、やっぱりね口論する人たちってねその自分の権力や権利をね主張しようとするんじゃないのかなと思うんですよね。だからこいつより自分が頭がいいって思うとね、なんか そいつよりも自分の方が権力があるように思えると、で権利があるように思えると、それでその権利闘争権力闘争で、喧嘩するんじゃないのかなと思うんですよね。だからその僕に対して Facebook でも YouTube のコメント欄でもなんかこうしつこくこう議論をふっかけてきて、でもう話がもう平行編でどうにもならないでしょうっていうのに、お前は間違ってると言って私に対してね、いつまでも言ってくるような人はその私自身がを格下に見てるわけですよね。まずねそう 彼ら彼女から見て、まあ、彼女って女の人からも言われたことないですけども、いやまあ女の人から言われたことあるね、そういえばねネット上じゃないですけどね、そうやって私糸崎の方が間違ってるってことは自分の方が格上だとその人たちは思ってるわけですよね。でそうすると、彼らは私に対して何らかのこう権力があるんだと、そして、何らかの権利があるんだとね、権力や権利に基づいてお前はダメなんだってね、私の言うことを聞かなきゃダメでしょっつってね、俺の言うことを聞けっつってね、そういうふうに言ってくるんですけども、それは間違いなんですね。感覚で言うとその自分より上なんだからね、権利や権力があるようにどうも思えてしまうんじゃないかと、ね、それは私自身ね、私自身が過去、いろんな人と傾向論してカッカッカなってね、もう私もかなり頭にきていろいろと その話はまだいいんですけども、そういうことあったんですけど、やっぱその時の自分の気分を思い出すとその権力権利そんなものないのにあるような、風に錯覚するとね、でそんなのはもう錯覚に過ぎないわけで、でそうすると、これも昨日の話の続きになるんですけどね、続きっていうか重複になるんですけど、やっぱりね、権力じゃなくて保護なんだと、そして、権利じゃなくて道徳的職分であるとね。だから自分よりね格下ね、ぶっちゃけ頭良くない人っていうのは、頭いい人から見るとこれはね、実は保護の対象になるんだとね。そしてそのなんで保護しなきゃいけないんだっつってね、いうのはこれは道徳的職分であるとね、そういうふうにね考えるとね、結構整理がついて落ち着いた対応ができるようになるし、で N 国党の立花隆さんはそれをねやっぱり知ってるというかね、理屈でどれだけ分かってるかっていうのは別というかね、分かってる人は分かってるんですね、こういう
こういうことに書かれていることがね、それはまあ日本の伝統でありまして、で日本の伝統のいいところをちゃんと受け継いでいる人は分かっていると、ね、そういうふうに改めて思った次第です。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いします。あとコメント欄も、何でもお書きいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。